こんにちはみんな、ジャネ様です。カナフティータです。今日はシンナロ騎士クララファントンハイムが私にクリスマスプレゼントくれました。それはマーガアブラドルスキンですよ。ワクワク。君がこのチャンネルが始まってサブスクライブ、そしてついていってね。さあマオラ行こう。少し遊んであげましょうか。これがマオラのデッキですよ。はい、今こそマオラの声試してみよう。よろしくお願いします。よろしくね。おお、マオラかわいい。よし、私のトンですね。マロみたい。でもコスが高い。まあ、いった。すみませんね。これはアニメのようにマロの屈辱を味わいながら旅をする初心者のレベルです。彼のデッキ勝つことが願っています。だって弱いし。さてと、シールド、行こう。私なんですか。ガキのマオラがすごく可愛いなんですよね。なんてほら、シャディストみたい、でもマソみたいとか。こう見ると私はやばいかもしれない。だって4人で、私ただ一つのワールドで、ま、インペリアルシンボー。危険。ほら、マロ、何か言って。さあ、悲鳴の時間です。絶望だ。ふふふふ、その装置、その装置。さあ、インペリアルシント、もっともっとアタック。さてと、真剣な時間。ありがとう。悪行はそこまでじゃ。どうしよう。さようなら。進化しなさい。マーラの声すごくエロいですね。なんじゃって。少し休もうかな。今はまだ。ありますね。マーロのデッキは深く感じる人が使えば強いと思います。でも私はそんなことできないよ。だからいつも難しいなんだからですよ。ここで決めるよ。なんか体がキラキラしてた。やった、私のレジェンダリーカードが目覚めます。ほほほほ。マオラの声が聞きたいだから、だからシャドバがやってますよ。ギリ。ま、終わりにしましょう。コストメッタン。そしてヒール。また怪我してるじゃないの。さあ、悲鳴の時間です。苦しみなさい。祈り続けることに勝ち止めないで。希望の光景。すごいな。ここ強いんだね。いい顔だ。というわけで、もっともっとシャドバが楽しい。さよなら、またね。